ジオの季節。授業中、眠くて仕方ないことはありましたね。そんな時どうしたか。私は、でも寝ちゃダメだよ。授業はきちんと受けなきゃね。眠いだろうけど、ちょっと寝ちゃうこともあるかもしれないけど、寝ちゃダメだよ。こんばんは。ニックネームはジアンピョンのジアンです。埼玉県のラジオネームカポリさんからです。ジアンピョン、私には最近悩んでいることがあります。それは授業中ぐっすり寝てしまうことです。やばいな、それ。先生に気づかれていないからまだいいけど、授業が始まってすぐ寝て終わるまでずっと寝てることがあります。眠くならないように甘いものを食べてみたり、背伸びしてみたりしていても、気がつくと寝ています。やばいじゃない、それ。やばいやばい。ジアンピョンは授業中眠くなった時、どうやって眠気を覚ましていましたか？教えてください。ありましたよ、私もそういう時。寝た時もあったけどね。やばいね、やばいやばい。でもその甘いものを食べたって言ったじゃん。それが余計に眠くなるのではないかな。あとなんか食べたらほら眠くなるんじゃないですか、お腹いっぱいになったり。私はね、こう自分をつねってみたり叩いてみたり、それでもダメだったらこう立って後ろで勉強してたんですよ。だからそのうちの学校ではなんかそういう先生がいたの。眠いなら手あげてって言って、手あげたら後ろで勉強しなさいって。それでみんな後ろで勉強したりしてたの。だから眠くても仕方ない時は、先生眠いですって言って、後ろで勉強していいですかって、それでそう立って勉強してたの。だからそれもいいんじゃないかな。まあ日本の学校ではそれが可能かどうかわからないんですけど、もし勇気を出してやってみるのはどうかなと思いますけど。あと睡眠時間が足りないとやっぱり眠くなるんじゃないですかね。これはね、私見なくてもわかるんです。寝る前にね、携帯を触ったりするのがやっぱり原因じゃないかなと思うんですけど、どうですか？当たったんでしょう。だからそれ30分ぐらいちょっと毎日減らしてみるのはどうですか？私もそうですけどね、寝る前はねやっぱり携帯触りたくなるよね。でもね、勉強するためには頑張ってちょっと我慢してみてください。今日は心理テストです。埼玉県のラジオネームランランさんからです。ジアンピョン、こんばんは。私はもともと占い大好きで、占いに行ったりみったりしていますが、最近ハマっているのが心理テスト。友達と一緒にやって楽しんでます。オーズモールのサイトにあるのがおすすめです。ジアンピョンもやってみてください。ということで、心理テストね、あんまりやったことないかな。では、早速やってみましょう。3つあるんですけど、どれにしようかな。あなたの鈍感力と人生占いパート2、西洋貴婦人編、あと自分にうっとり、あなたのナルシスト度。おお、どうしよう、何がいいかな。鈍感力、自分にうっとり、早く早く、あれ選んで。びっくりした。誰？いいじゃん。誰ですか？心理テストを出す心理テスティストだよ。心理テスト、ね、そんなことはどうでもいいの。行くよ、早く選んで。いいけど、ちょっと待って。どれにする？あなたの鈍感力から行く？行っちゃおうよ。いいよ。いい？いいよ。出すよ。いいよ。じゃあさ、これから質問したら A か B かで答えてね。うん、はい。行くよ。はい、わかりました。じゃあ、あなたの鈍感力を調べます。はい。1、友達の飼い猫と遊んだらジーンズに毛がついちゃった。あなたは A、ガムテープを買
を借りて撮る。そうだよ。オッケー。じゃあ次。はい。特に好きじゃない異性にも気の利かない女だとは思われたくない。うん。イエス？もちろんだよ。オッケー。イエス。3問目。マッサージ、整体、うん、お灸、どれも通った経験ある？お灸？うん、お灸って知らない？知らない。あのさ、煙がもくもくなるやつだよ。知らない。じゃないんだね。ないない、多分整体だけある。そう、じゃあノーだね。あ、ノーノー。オッケー。ない。じゃあ4問目。はい。いい？はい。目立たなければ、うん、シミのついた服を着て出かけても平気。平気。なんで？いいじゃん、別に目立たなければ。いいよ。いいよ。じゃあ5問目。はい。楽しく飲み食いしているときは、うん、カロリーのことを考えない。もちろんです。イエス？はい。はーい。6問目。うん。最近バカにされてるかもと感じることがよくある。よくあります。ある？あるよ、それは。ほんと？レオンと一緒にいる時だよ。あ、そっか。そうだ。じゃあイエスね。レオンが逃げるの、いつも。あ、出たよ、瞬間力。ええ。じゃあ言うね。教えて。ジオンピョンの鈍感力は、はい、40点。あら。小さなことが意外と気になるタイプ。あー。そう？そうかも。なんかね、気を回しすぎる傾向がある。想像力が豊かで、いろいろと取り越し苦労をしがち。うん。特に疲れてるときは、些細なことが気になって、仕方がないかも。あ、はいはい、合ってる。神経もどちらかというと細やか、うん、鈍感力はやや低めです。もっとずうずうしくなってもバチは当たりません。またのんびり過ごす休日や気分転換をこまめにとって神経を休めましょう。あら、すごく合ってるかもしれない。ほんと？はい。なんかいろんななんか人が見ないことをなんか気にすることが多いの。なんか あの人のシャツがちょっとこう曲がってるけどなんか直してあげたいなとか、小さいことにすごく気にするんですよ。へえ、ナイーブなんだね。そうですよ。わかった。はい、もっとちょっとしあのずうずうしくなってみますね。それがいいと思う。はい。うん、うん。じゃあ今日はこれでバイバイにする？あら、もういいの？うん。わかった。で、あなた誰ですか？オズモールの心理テストの監修も手掛ける森冬美先生のハッピーになれる心理テストもチェックしてみてください。ちょっとあなた誰ですか？答えてないんですけど。じゃあね、ピョンピョン、またね。またね。誰や、誰なの一体。でもまあ心理テスト面白かったですね。なんか当てたかもしれない。なんか不思議な時間だったな。ですね、この曲はね、私ロンドンにいる時ずっと聴いてた曲なんですけど、アンダーグラウンドの地下鉄の中がちょうどこの曲がリリースされた時だったんですよ。それで地下鉄の中に大きいポスターが貼っていて、なんか懐かしい気持ちになっちゃった、これ聴いたら。ロンドンまた行きたいなと思ってます。エドシランのフォトグラフィーでした。東京 FM からお送りしています、ジオの季節。ではメッセージを紹介したいと思います。宮崎県のラジオネーム、君キャラさん。なんか去年ぐらいから韓国でマカロンアイスが流行ってるみたいですけど、ジオンピョンは食べたことありますか？どんな感じなのか、教えてください。あります。
食べたことあります。マカロンアイスね、その普通のマカロンよりちょっと大きくて、マカロンの間にアイスが入ってるんです。あのいろんな味があって、私ずっとなんか食べたいと思って狙ってたんですよ、食べてやるって。でもやっと食べてみたらやっぱり美味しかった、美味しかったけどちょっと甘すぎかなっていう感じ。あのでもなんかこうマカロンの食感がもっちもちして、そのアイスと一緒にこう口の中でこういいよ、食べてみてください。ちなみにブルーベリーの味がおすすめです。次のメッセージです。山口県のラジオネームみおさんからです。ジャンピョンこんばんは。いきなりですか、私はお風呂大好きです。いきなりですね、お風呂ね、お風呂大好き、私も好きですよ。好きな入浴剤を入れたり音楽を聴いたりして過ごしてます。ジオンピョンはお風呂派ですか、シャワー派ですか。私はね両方です、半々。最近まだお風呂入ってるけど、夏になったらシャワー飲みかな。お風呂はあんまり長くいられないの、なんか10分ぐらい、長くて15分ちょっと過ぎるかな。あのなんでですかね、みんななんか聞いたら30分ぐらいいられるって、なんか30分ぐらいって20分ぐらいかな、30分ぐらいかなって言うんですけど、なんでそんなにいられるの。その温度が違うのかな、ぬるくするのみんな。私41度ぐらいちょうどいいんじゃないですか、それもっとぬるくするべき。お風呂はねでも体にいいんですもんね。はい、次のメッセージです。福岡県のラジオネーム高尾さんからです。もうすぐ夏ですね。夏は花火、空にトーンと打ち上がる、花火も綺麗だし、手に持って儚く瞬く花火も綺麗ですね。私は夜に、涼しくなってからみんなでワイワイ楽しくする花火が好きです。ジオンピョンはどんな花火が好きですか。私は打ち上げ花火、やっぱり綺麗ですよね。あと線香花火とか。でも韓国のね花火が線香花火みたいなやつなんですけど、手に持つんですよ。手に持ってこう回したり文字をかけたり、なんかあるの、名前が何かわかんないんですけど、それもすごく綺麗ですよ。なんかいつか皆さんもやってみてください。あと今年の夏は鎌倉のね花火大会もう見に行きたいなと思ってるんです。なんか海の中から花火が出てくるんですって、それ本当に見に行きたい、行きたい、行きたいどうでもいいかはい、皆さん引き続き私ジオに聞きたいこと、お悩み相談、また私ジオに挑戦してほしいことや、紹介したいことなど、ジオへのオーダーお待ちしております。では、また来週火曜日夜9時にお会いしましょう。ジオピョンでした。神奈川県のラジオネームピカリさんからです。早口言葉です。出た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 、来た。何これ、難しい。東京東京許可局長今日急遽休暇許可却下。私はこれが唯一言えません。ジオンがこれを言ったら神様と呼びます。神様になるよ、なるよ、なるよ、やるよ。よし行ってみよう。東京東京許可局長今日休暇許可却下。もう一回もう一回やる。東京東京にもう一回やるよ。東京東京強化許可許可、ダメかも諦めないよ。でももう一回やるよ。東京東京許可局長今日急遽休暇許可却下。無理やりこれ、ちょっと無理やりか、これ無理かな。また今度これやってみる。神様になりたい。またね、バイバイ。